どの曲にするかな。この曲を送るよ。超天佑地獄で鍋パーティくだらない人類が食材さクソミスを取るだけのお前はまさに今夜のメインマブチからさ、ムービーが送られてきたんだけど、これに映ってんのお前らだね。清涼会の人間じゃない。じゃあなんでマブチを嗅ぎ回ってんの。あんたなこといいね。言葉は選んで手短にな。俺短気だから。もう知ってると思うけど、コミジロは半端じゃないよ。証拠を手に入れても奴らに消されちゃ意味ないからね。ではお気をつけて。いいね。俺大阪にはまだ行ったことないんだよね。いいもの持ってきたよ。カルビって味が濃くて美味しいね。なあ、米にも酒にも合うよな。そういえば鶏肉なのにカルビなんだな。春日くん、カルビってのはね、肉の部位の名前なんだよ。え、カルビって牛肉のことじゃないのか。違うんだね。じゃあそんな春日くんにカルビクイズ。カルビとはどこの部分を指すでしょう。
お、正解。やったぜ。カルビはあばら肉を指します。そしてタは鶏なので、タッカルビは鶏のあばら肉料理という意味になりますね。なるほどな、勉強になったわ。